もうお前さんたち、無事に戻ってきたか。ふん、舐めないでもらえます？私にかかればあんなトカゲごときの駆除なんてへっちゃらよ。でも一度力尽きたけどな。おいクソ猫余計なこと言うな。何はともあれ、これで借金はチャラってことでいいのよね？いや、お主は何を言っておるのじゃ。まさかおさえづちを一匹狩猟しただけで借金が全額チャラになると思っておったのか？お前さんにはまだまだたくさんのモンスターを狩猟してもらうつもりじゃ。ふざけんなじじい。話が違うじゃねえか。いや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 、わしの話した通りじゃよ。何を聞いていたんだねお主は。初めっからそうおっさん言ってたぜ。お前が人の話聞いてなかっただけだ。え？嘘マジで？すみません、話聞かない子で。いいのじゃいいのじゃ、君が謝る必要はない。たくさんって。どれくらいたくさん？とにかくたくさんじゃ。無理無理無理だって、私にどんだけ重労働させようとしてんのあんた。無理じゃない、やるしかないんじゃ。無理無理なもんは無理。お、なんだなんだ。ふむ、無理か。それは困ったな。こんな年派も行かない高無夫なお店に連れて行かなきゃならないなんて。え？わしもあまり気乗りせんのじゃが、でもお主が無理っていうのじゃし、仕方あるまいよな。体で払ってもらう以外に方法はない。それも、ちょっと。もう一度聞こう。モンスターをたくさん狩猟するか、無夫なお店でおじさんたちといいことをするか。と、違い。たくさん狩猟する方で、よろしくお願いします。よろしい。おさえづちを狩猟したということだったな。やはり、わしが見込んだ通りぜ。まあそれほどでもあるかな。謙遜のかけらもないわね。だって事実ですから。ポポリコもアイザックもご苦労であった。だから俺っちはアイザックとかいうダセい名前じゃねえっつってんだぜチェケラ。俺っちの名はボラギノールって言うんだぜチェケラ。ちゃんと覚えておけチェケラっちょ。チェケラ？おいおいどうしたというのじゃアイザック。どうやら頭打っておかしくなったみたいだな。もうそっとしておいた方がいいと思うな。これそっとしておいていいのか？わかった。にしてもおさえづち相手に一回とはいえ力尽きようとは。は？何？なんか文句あるんすか？言っておくが、おさえづちは大型モンスターの中ではとても雑魚な部類だ。マジで？あれはラスボス的なやつじゃなかったのか？まさか、諸説はあるが、あれは一番弱い雑魚の中の雑魚。レジェンドオブクソ雑魚モンスターじゃぞ。ひどい言われようだね。この先はもっと危険なモンスターと渡り合っていかなければならないだろう。おさえづち程度に一度力尽きてるようじゃ、この先が思いやられる。じゃあもっといい装備を私にくれませんかね？いやそれも厳しいんじゃ。集会所の修理費にほとんどの資金を投じておるからな。そんな余裕はないのじゃ。そこでじゃ、強い装備が手に入らぬのなら己が強くなればいい。ということで、わしがお主を稽古してやろう。どうじゃ？おっさんが。何か不満か？いや、だってさ、おっさんもういい年そうじゃん。おっさんっていうかおじいちゃんだよね。もうそろそろ介護も必要そうな。何が言いたい？いやさ、そんなおじいちゃんに私の相手が務まるのかなって。それは失礼すぎるよなるみちゃん。お主にはわしが介護が必要そうな老いぼれに見えるか。少なくともさっき戦ったおさえづちにすら勝てるかどうかも怪しく見えるね。面白い。お主の戦闘技術も、その少年の悪さも、このわしが一から叩き直してやる。あのおじいちゃん口ほどにもなかったな。あんたが卑怯なことするからでしょうが。なんでだよ、先にあっちが私のボディに触れてきたからじゃん。いやあれはお前の剣の振り方を調整するためにだな。それに戦いはリングに立った瞬間からもうすでに始まってんだ。それなのに油断して間抜けにも近づいてきたジジイが悪い。一理あるね。あるかな。ねえよ。そもそもあれは戦いじゃなくて稽古だろうが。ぼやの竹林おどろおどろと晩朝の時のお化け鳥枯れ葉を見とお湯だめさるの見開けば血を滅ぞぞ。まあ一旦この話は予想。今はクエストに集中だ。話そらそうとしてるわね。してないって。ほんとクエストに集中したいから。いやまさかだぜチェケラ。開始5分であのジジイがやられるとは誰も思わんかったでしょチェケラっちょ。あそこでナルミが見事な背負い投げをすることもな。ミオも思わず笑っちゃったよ。その後ナルミちゃんが佐藤さんの息の根を止めようとしたり、佐藤さんの蘇生したりと大変でしたけどね。マジで殺そうとしてたよなあれ。違うよ。あのジジイ稽古前に言ってたよな。わしは昔は伝説のハンタージャッタだの、これまでいくつもの修羅場を乗り越えてきただの、そんな強者が背負い投げを食らった程度でやられるとは思わなかったんだもん。だから首絞めて気絶させようと思っただけ。いやどっからどう見てもすでにこと切れてたよねあれ。お金で佐藤さんは全治1ヶ月の入院だな。もしかしてこれ医者用案件なんじゃね。来るなら来やがれってんだ。こっちだってセクハラで訴えてやる。クズすぎる。これからこんな奴のお供をしなくちゃいけないなんて、おいら泣けてくるな。だが大丈夫だよポポリコちゃん。嫌がったぜ。ポポリコちゃんに何かあっても、私が守ってあげるから。うん、帰れちゃーん。ああ、よしよし。はいはい、もう黙ろうな。ちなみに俺っちのことは誰が守ってくれんの？え？いないのかチェケラ？クソ犬黙ってろ。二度も言わせるな。みんなひどすぎわろた。今度の相手はトリコウか。今回も楽勝そうだな。
だからそう油断してたら。油断？何のことかな？これは、余裕というもんだ。物はいいようね。まあ見ててよ。ジジイが消えて結局一人で修行してたとはいえ、結構コツも掴んだし、新たな戦法も編み出したから。一応、期待しておくわ。で、このモンスターは一体なんだ？こいつの名は明けのフィルム。一本足で立つ独特の姿から傘のように見えることから、別名山頂と呼ばれているんだ。縄張り意識が強く、踏み入る者がいれば、翼を広げて威嚇してくるな。また、体内に溜めている発火性の液体は一度火がつくと消えにくいので、十分に注意するのな。ほとんど裸のナルミが食らったらヤバそうだな。ま、当たらなければどうということもないさ。どうよこの俊敏な動きは。早すぎて捉えられないだろう。お前を修行した後はお前の肉を使ってみんなで鶏肉パーティーだ。うは。バカめこっちにはかけりもしゅうけりだぶえー。入った。ち、あの猫ども、もうちょっと丁寧に下ろしやがれよ。あれ、あれ、ナルミさん、どうしたんすか？どうしたんすか？これは余裕というものではなかったんですかね。いなし。で、入ったー。おい、暴力はないだろう。ママー。ああ、よしよし。痛かったね。くそ、まさか新しい戦法が裏目に出たとは。立体起動装置を自力で使いこなせるようになったのはさすがだぜ、チェケラ。まあね。かかりましな。だいたい理解できた。さっきは下手に前に出すぎたな。二度はない。今度こそフルボッコだ。てめえ、ちょこまかと逃げ回りやがってうぜんだよ。ちょこまかと逃げ回ってたのはナルミも同じ。うせえ。この武器最初は使いにくかったけど、慣れれば使い勝手がいいね。このモードと体験モードを上手に使い分ければ高ダメージに繋がるし、ゲージを貯めれば追加ダメージみたいなのが発生するしで、私はこの武器結構好きだな。それに名前がかっこいい。わかる。スラッシュアップス。ネーミングセンス最高かよ。そこまで絶賛するほどいいかな？まあ美的感覚は人それぞれだから。おいらの血中し縛り技でこいつを拘束したな。今のうちにボコボコにするんだな。これちゃんと拘束できてんの？もっと動かなくなるまでガッチガチに縛ってくんない？そんなこと言われてもこれがおいらの限界だな。十分いい働きじゃないですか。うわぁ。おう、そうだな。そうだなじゃねえよもう。てか前から思ってたけどお前らも手伝いや。なんでそこで並んで感染してんだよ。ミオタキだって手伝ってやりたいよ。やりたいけどさ。こういうシステムだから仕方がないよな。システムって何のことだな。それも気にしちゃいけないよ。この世界の根幹に関わることだからね。あら。あ、死んだ。入った。マジいい加減にしろよクソ猫ども。うん。まあ、どんまい。なんかもう、嫌になってきたな。このままトンズラしていいすか？ダメに決まってるじゃない。なあなあブラザー、2回力尽きた時にこれを読めっておっさんから渡されたんだけどよチェケラ。うん？なんだこれ、カンペ？皿の分もあるぞ。ほら。今から読み上げればいいのね。はい。仮の最中ではありますが、ここで視聴者さんから送られてきた質問に返答していきたいと思います。題して、さやさらさんのコメント返しのコーナー。本当なぜ今やらせるの？尺稼ぎですね、わかります。尺ってなんだ？これも教えちゃダメなやつ。わかったな。まずはこのお便りから。ペンネーム、おっぺけぺいのポンポコピーさんから。ミオちゃんのパンツは何色ですか？こんなお便り私に読ませないでくれる？ミオ、このお便りに対しての返答は？てめえの気で真っ赤に染めたろか。だそうです。さてミオちゃんのパンツは一体何色なんだチェケラ。正解者には漏れなくミオちゃんの水色パンティーを着払いで送っておくぜチェケラ。マジですね。はいじゃ、次行こう。ペンネーム、グラスシャワーさんから。私の根気はいつ来るんですか？知らないです。私らの根気は？まだ当分先でしょ。おっと、次で最後ね。ペンネーム、謎の佐藤さ X さんから。さやさん、さらさん、こんにちは。はい、こんにちは。私は最近腰が骨折してしまい、今絶賛入院生活中です。加害者に慰謝料を請求したいと考えてるのですが、いかがでしょうか。PS、何に落ちてんのバーカバーカ。とりあえず、慰謝料請求は勘弁してください。本当に申し訳ございませんでした。これ以上借金背負うのはちょっと。こいつ買った後はジジイ狩りだな。腕が鳴るぜ。そんなことさせないわよ。ということで、仮遠くに飽きた時や尺稼ぎしたい時は今みたいに質問コーナーを開くぜ。私たちに質問したいという方は、この動画のコメント欄に書き込みの方を、よろしくお願いします。みよ、これが私の鉄柱主義。サンダーアルティメットが全然ハリケーン大車輪マジマジするバーっと。はい、勝ち。お疲れ様。今回は結構ギリギリの戦いだったな。まあ否定はしないよ。こいつはこれまで戦った中で一番強かった。これまでって言ってもまだあのトカゲと合わせて2回しか戦ってないじゃん。でもきっとこいつは最強クラスのモンスターに違いないよ。炎のブレス吐くしね。炎のブレスを吐くモンスターは皆最強なのかチェケラ？あたぼうよ。なんたって炎のブレスを吐くからな。まあこいつの持論はさておき、こいつの死体を里まで運ぶよう佐藤さんに言われてるから、みんな運ぶの手伝ってほしい。死体なんて持ち帰ってどうすんだよ。まさか本当に鶏肉パーティー？さあ、どうだろうな。明けのフィルムの死体を持ち帰った二階堂ご一行。里へ戻るとそこには鍛冶職人と名乗り謎のガチムチ X が現れる。最強のモンスターを素材に、最強の武器を制作。どんな武器より暴力でとだらをこねるナルミ。かつてナルミたちは次のクエストへ向かう。そこで待ち受けていたのは、皆さん大好きあのポケモンだった。ナルミが最強の武器で応戦する中、まさかの大事件が起きてしまう。果たしてナルミはこの難事件、無事に解決できるのだろうか。次回、勝ったポケモン、四隅はどう？熱き投手に、チャージ。